社長、今日どこ行くんですか。今日ね、皆さんこんにちは。今日はね、福浜のパシフィコでね、リフォーム産業フェアっていうのがやってる。知ってる？リフォーム産業フェア。聞いたことはあります、うん、だから今リフォーム業界の最新の商品だったり商材だったりね、材料、建材、あとはシステム、IT、そういうのがもうダーッとね、こう並んでて、だから俺たちほら別荘の再生したりするのにさ、しまちゃんその新商材とかね、最新のやつをさ、ちょっと情報収集にね行きたいなと思って、これからだから視察行ってきます。ここから今那須だから、2時間半ぐらいかな、ちょっとかかるんですけど行こうよ。はいね、はい、じゃあちょっと行ってきます。コロナで亡くなった職人たちの仕事、これはまずいと急遽始めた事業は苦難の連続。いっぱい買っちゃった住居物件も土地も問題が山積み。果たして無事に理想の別荘は完成するのか。小屋さん TV ベストプロジェクト到着。ジョーンがおはようございます。こちら、はい、これ早速、ね、中をちょっと見学したときに行っていただきます。しまちゃん。で、あれ別荘じゃない。ほんまに買ってたって。買ってたんだよ。え、あれ貸すの？はい、売りたくなくなっちゃいました。要は安く仕入れて、はい、リノベして、はい、店みたいなのだけど、はい、思い入れが強かった。貸すの？貸すってあれですよ、1ヶ月とかそういうんじゃなくて貸し別荘として1泊で、はいはいはい、例えば1泊2日で家族で行きたいから貸してみたいな、はい、利回りは、はい、自分たちで管理をすればすごいいいんです。なるほど。だけど管理を頼んじゃうと半分以上もかかっちゃうよね。工事は何、田村建設か。いや、自分たちです。で、あと鉄骨でラーメンコードって言って、こうパリッとあれを作って、今ユニットを作って、それを職人道場で屋根つけて、はいはい、で今グランピング場のドームテントに開放するそういう映えて共用部もあるようなのをデザインして、それを今度開発業者にまず売っていこうと思って、それは今事業再構築で、ね、
補助金が出ててアウトドアに参入しようとしてするのは揃ってるじゃないですか。あのリスト見ながら賢い。そうなんか、いやいや中村さんにはかなわないですよ。俺は、ね、もう商売人だから。え？もう全然タイプが違う。まあまあもちろん。中国の、はい、予定期決まって、もう今から中国に全部出してるから多分やばい。桁が変わりますね。すごっ。もう俺こんなんしろと日本のバーベキューっていうのをまたユニット型にしてで世界に輸出しようと思ってるんで。あ、売れんですよ。なんで？カバが売れんですよ。それがそのなんやな、俺あんまりそういうの詳しくないけど、そういうのを持ってこい言われて、日本のやつはメイドインジャパンで売れるから。ただなんか普通にあるやつじゃなくて高いもんでも大丈夫なの。500万全然もうあの富裕層やばいから。でその富裕層がなんでやばいかっていうのを言ってたけど、俺あんまり興味ないことは結構どうせ俺そんなんできへんしょ。それはまた一回つなげる、はい、でそれはそれができれば日本の技術の伝承が結局お寺とかなくなってくんで、そういうののサンプルのなんかチラシでもいいやん。あのこういうのを売りたいっていうのが、はい、さっきちょっと半年ぐらい待ってください。だから、ま、なんか漫画でもいいやん。なんかでも早い方がいい。早い方がいいですか。あちょっとメイドインジャパンっていう形でするのには運べる強度とか、これ建築にないなんか考え方とかいろいろ入ってくるみたいなので、なかなかすぐ行かないんですね。で今回その鉄骨ユニットを作るのも結構大変だったんで、まあ何ヶ月かちょっと行かないと思ってます。頑張ってますね。何ですか。何ですか。はい、ということでね行ってきました。で、まあ、いろんなね最先端の新建材とかね IT の仕組みとかもいろいろあったんですけど、こうカメラ回してるとね途中で主催者に怒られたんですよ。あの撮影禁止だって。で途中ね結構撮りたかったの撮れなかったで、ね、最後の方にねこのメディア用のこの腕章をもらえてね、それでまたカメラ回すことができるようになったんですけどね、リフォーム産業新聞とは僕もね何回も出させてもらってるんですよ。あの建設甲子園の時にはね、あの専務理事のスーさんとのこの対談とかね、あと立ち上げましたっていうのもそうだし、あと、職人道場をね、作った時にも、取材してもらったり、あと職人道場を作ってからしばらくしてもね、取材してもらったりして、そういう流れの中でこういうリフォーム産業フェアのイベントの時には僕たちもね毎回、職人道場のブースを出させてもらってます。で行ったらね、アミちゃん頑張ってましたね営業に。アミちゃんは今年の4月にね新卒で入ってきて職人道場で研修をして、それでまたちょっと営業のね、手が欲しいということでアミちゃんに話をしてね、で営業に、変わってもらうことにしたんですけど、アミちゃんはほらだから1ヶ月間職人道場での研修の経験もしてるし、その後現場も何ヶ月ぐらい行ったのかな、3ヶ月ぐらい現場に行ってる、まあ、そういうところからね、でまた女性っていうのもあるから、そういうところから自分が感じたことっていうのも伝えていくようなね営業マン、営業にねなっていくんじゃないかなと思うんで、笑顔もいいしね、可愛いでしょダメですよ皆さんということで、ね、アメちゃんも、いてね、アメちゃんが営業してる姿初めて見ました。すごく良かったです。はい、それであと中村さん、ごつい中村さんはね、あの人本当すごい人でね、もう今50億とか楽に超えちゃってるんじゃないかな。で、まあトビの会社とか足場のリースの会社とか、今もう大阪が本社なんですけど全国に、展開していくっていう形でね。であとね GCU って知ってます？建設に携わる企業を応援する組合、こういうのをやっていてですね、でだから
いろんなことでこの建設に関わる建設業に携わる企業の応援っていう仕組みを作ってます。また勉強セミナーとかっていうのも、まあ、関東関西でやっていたりですね、いろんなものを安くね購入したりするような仕組みも作ってたり、あと仕事のマッチングのね、まあ貼り付けておきますけど、マッチングの新しいアプリっていうかな、そういう仕組みを作ったりする、そういうすごいね、めちゃくちゃエネルギーのある社長とですね、まあ、いつも会うたびになんか気にかけて、もらってるんですけども、今回も海外展開の話だとか、あと職人道場でなんかね力になれるから歩かみたいな形で声かけてもらったりして、そういうまあ行っただけの会話あったかなと思いました。またねそういう新しいね情報と、あとはそういうまあビジネスの話と含めてこれからも展開してきますんで、どうなるか分かんないけどね、アホな社長だからさだけど一応ありのまんまねこう伝えていって、あいつあの時あんなこと言ってたけど、あこうなったかとかね、これもう来年なんてみんな分かんないでしょ、僕も分かんないこういう風になるだろうって仮説はね立てていくんですけども、それがまた人生の面白さだと思うし、僕はねやっぱりやんなきゃ分かんない、だからまあ知ってたりね思ってるだけでも何も始まんなくてね、まあ知っているよりやっている、やっているよりできているっていう、言葉もあるように、ね、まずやってみてやるから、あこれがうまくいかなかったってことが分かって、それを改善していくからできるようになっていくわけじゃん、ね、だからねあのコメントくれてる人もね、何もやってないやつに何言われたくないですよ本当に、やってねえじゃんって思うし、だけどね、やってる人にね言われたい、いっぱい言ってほしいそうやってねいろいろやっていろんな経験をしていろんな失敗をしてね、そういう人たちからね言われるともう本当に、勉強になるしね、なんかそんな風に思ってますちょっと生意気だったけどねだけどやっぱだ、まあやりましょうと、でやって何か起こったことって、ね、失敗じゃないじゃない、やったことによって起きた、ね、その課題を解決していけばいいっていうことだと思うんで、まあそういう気持ちをね忘れないでこれからも突き進んでいきます。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。